え、なにこれ。お、いや待って、これもしかして、これもしかして、すごく簡単。あなた逃げてよ。じゃあ続きやってくか。そしたらアンダーテールね。いやたの、なんだ、急に変わったぞ雰囲気が。段差なんだこれ。前回ね、え、段差じゃない、ん、あ、黒い地面ね。全然わかんなかった。黒い地面ね、これ。はいはいはい、なるほど。あれ、なんか蜘蛛の巣。ふふふ、待って、中ボスの香りしかしない。もうプンプンしてる、プンプン、香りがプンプンしております。ねえ、聞いた？何よ、ちょっとやめて。横島のシャツを着た人間がもうすぐここを通るんですって。やめてよ、どなた。しかも人間は蜘蛛が大嫌いなんですって。え、どこ情報それ。確かに嫌いだけど、なん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 これ。人間は蜘蛛を踏みつぶすのが趣味なんですって。デマ流されてない？嘘でしょ、ここに来てデマ。蜘蛛の足をちぎるのが大好きなんですって。来た、より強固なデマが来た。ネットリテラシーないな、こいつら。ネット記事の情報が全てだと思い込んでるやからだ。それに人間は、何よ、やべえ、すめ、お前か、なるほどね。これ対戦すんのかな。ものすごくケチなんですって。あなたのグルメのお口には私たちのスイーツは合わない。それはどうかしら。あなたのお口は私のドーナツの隠し味にぴったりよ。笑ってるわ。どんな戦闘始まりの文句よ。マフェット来た。パペットマペットみたいなやつ来たよ。なんかコーヒーとコップを2個ずつ持ってるな。なんだそれ。コードこれなんかできんのかな。え、10ゴールド支払うってあるけど。わあ、見て見てーな、こういう世界線も。まあいいや、倒そう。俺は結構問答無用で倒す選択するからね。あー、ちょっとダメだったな。強ー。待って、マフェットクソ強いじゃん。マジか。あら、どうしたの、そんなブルーな顔して。紫は何、やばい、紫は何。あー、新ステージ。え、何これ。お、あー、三政府ね。五政府じゃなくて三政府。あなたには紫の方が似合ってるわ。怪しい紫の蜘蛛糸に囚われた。これまたミニゲーム要素が変わってきますね。どうしたの、嬉しくないの。いや待って、これもしかして、これもしかして、すごく簡単。むずい、これ合わせんのむずいぞ。もうすぐ美味しいケーキになれるのに。うん、簡単、すごく簡単かもしれない、もしかしてこいつは。うまー。え、待って、これ全部与えると249も出んのダメージ。いや、すっげー簡単だわこれ。こいつはあれかな、倒すのがむずいってよりはその支払ったりすることで簡単って言ったの、許してください、すいませんでした。ふう、危ねー、許されたぜ。ただ7ダメージしか食らってないから、まあ問題はないかなって感じ。うん、どうした。ほうほう、ステージ自体が揺れるのね、ステージ自体が揺れるのね、なるほど。あー、加速して、うんうんうん、来た、やばいやつ来た、やばいやつ来た、なるほど、上に進みながらね。はあ、はあ、助けて、メル、はあ、あー、やべえ。あ、ネクストが右に攻撃として出てんだな。待って、やばい、むっずい、今の超むずかった。はあ、簡単って言ったのお許しください、すみませんでした。早めに倒さないとだな、これやばい。ちょっと成功しないと、あれ、なんだっけ、いて、この攻撃、この攻撃下手すぎる、俺が下手すぎる。
いた、いた、え？なんだ、なんだ？ベウメラーン！ベベベベベウメラーン！待って、マジでむずい、これ合わせんの。体の形が変わるところが見えた気がするんだよね。ふっ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 、ブーメランめちゃくそ簡単。次も来て、次も来てほしい。いけるか、足りる、くっそー。これね、早これ、こいつくそむずいわ。これマジでむずい。いや、そんなことないかも。もうここ最強だ、ここだ。左から2列目最強の場所見つけちゃった。勝ったー。いや、こいつちょっとむずかったわ。めちゃくちゃ楽しかった。あ、雲だけ来た。どうすんの、俺の仲間になら、あ、逃げてっちゃった。そうかそうかそうか、仲間にはならないか、そういうゲームじゃ。おう、やっぱ俺の仲間になるか、お前。共に旅をしようではないか。花を添えていく。こっち見て、逃げていく。何の時間？まあまあまあ、クリアしたからいいでしょう。え、そしたらもしかしてあのさ、黄色いドラえもんとも戦う？それはない。そろそろ開演時間ね。メタトンとの最終勝負っぽいな、これ。まあ、一旦クモ女との対戦は終わらせて、ま、あの人間は。この声はメタトンだよね、もう。わかりますよ、さすがに。もしかして、私の運命の人？また茶番に付き合わされるのか、俺らは。メタトンの茶番何回目よ、これで。やめろやめろ、その BGM。 いらないいらない、その感激の出会いみたいなところ。ちょっといいシーンの音楽流すのやめろ。俺からしたらただ敵が出てきただけなんだから。あなた逃げてよ王様に。いや、ちょっと最近アドさんが歌ってたやつに似てるけど、見つかる、あのワンピースのやつ、こんな感じじゃなかったっけ。さすがに違うか。敵なの悲しいけれども、浅いな歌詞が。檻に、あ、動ける。あ、逃げれはしないんだ。動けるぞ。おい、こいつ追って。ぶっ殺される。すごい歌詞だ。バックコーラスまでついてるぞ、これ。いらないよ、そこに力入れんのは。バイバイ。涙が出る。おたか。とても悲しいわ。何役に入り込んでんの、お前。あと途中バックコーラスやめろ、お前。はーみたいな人たち出てきたぞ、お前。7人ぐらい後ろに屈強な男子たちがいたぞ。あなたが牢屋に閉じ込められてしまうなんて。じゃ、さようなら。え、うわ、超偶然落とし穴のところに立ってた俺、もしかして。あー、一体どうすればいいの。私の運命の人は地下の牢屋に閉じ込められてしまった。愛しいあの人は卑劣なパズルの罠にかかり、間違いなく死んでしまうわ。うわ、出た出た出た。え、これパピルスの時にあったよな、こんなカラータイルで。結局なんかドロロデンでまっすぐ通れるやつになっちゃったやつあったよな。色のついたタイルの一つ一つに残酷な仕掛けが。例えば緑のタイルは踏むと音が鳴り、モンスターとのバトルになる。赤いタイルは、ん？待てよ。このパズル、100個ぐらい前のエリアで見たような。ああ、やっぱりそうだ。じゃあ、ルールは覚えてる。無理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 ！何パート前だと思ってんのよ！リアルに1ヶ月くらい前だわ。パピルス戦やったの、それ。そうか。それならグダグダ説明を繰り返す必要はないな。いや、お前、姫の設定忘れんな。ないですわ、とか言っとけ。某お嬢様みたいな口調で言っとけ、お前は。
ああ、それから急いだ方がいいと思うよ。なぜなら30秒以内にクリアしないとバーナーで焼き殺されちゃうからね。昭和だな、やり方が。焼き殺されちゃう。あーあーあーはあ、怖っ。笑い方すごく怖い。かわいそうなあなた、悲しみのあまり笑いが止まらないわ。最後に設定思い出したな。ギリギリせやばい。危ねえ、危ねえ。普通に死ぬかと思った。今ゲップが上がってきたわ。セーフ。それじゃ頑張って。やめてやめてやめて、その BGM。 落ちたよーじゃなくて、これどっち行くかってこと。赤でしょ。いけないんだね。え、普通に進める。いった。赤はダメなのね。え、青もダメ。え、無理じゃない。え、もう無理なんだけど。こっち、あ、こっちか。待って、やばい、マジで無理だ。むずすぎるだろ。う、待て待て待て、無理だろこれは。どっからどう見ても無理じゃなかった。おっと残念、時間切れだ。いや、これは絶対負けイベだな。俺はそう信じてるよ。これクリアできるやつがいたら、あの開発者かチーター、うん、だと俺は思ってる。だって先が見えないもん。前が見えねえ。長い前髪で前が見えねえんだ俺は。では約束通り火炙りになっていただきましょう。逃げろ逃げろ。さあもう逃げ場はないぞ。絶対絶命、大ピンチ。やめろ解説すんの。これパピルスみたいにビビってるパターンのやつかお前。あー、もうダメだ。やんないだろお前。俺にはわかる。コホン、プルル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 、来た。でんでん虫来た。大変、今助けてあげるから。ファイヤーウォールをハッキングするね。遅い遅い、ハッキングが。おうおう、なんということ。これさ、これメタトンとグルだろ、もう。深読みすげえ、それは。でさ、こんなさ、バッチグーなタイミングでさ、毎回助けに来るのおかしくない？優秀なドクターアルフィーにまたしてもしてやられた。だって今もさ、やろうと思えばやれたでしょ、多分。その通りよ。やっぱす、え、待って、今なんかさ、軽く飛んじゃったけどさ、メタトンのセリフだったよな。そうから、待ってなかったセリフを。メタトン、観念しなさい。あなたに、私たちを、倒すことは、できない。ほら！演技です、この人！台本読んでます！私たちは、最強のコンビよ。あなたのパズルも、ここまで、諦めてお家に帰りなさい。なんだって？パズルはここまで？アルフィー、寝言は寝てから言ってほしいね。こいつは演技うまいな。メタトン、緑のタイルを踏むとどうなるか忘れたのかい？音が鳴ってモンスターとのバトルが始まる。そのモンスターというのは、ようやくお前か、メタトン。僕のことさ、やっぱりな。これ最終決戦じゃないか？メタトンが襲ってきた。さすがに黄色い声を上げる。絶対嫌だね。やばい、 HPay がやばい、 HPay が。まあ一旦ぶん殴ってみるか。やっぱそうなんだよな、こいつに物理攻撃効かないからな。さあお別れの時間だよ子猫ちゃん。アルフィーから電話だ。ん？君の電話、早く出た方がいいよ。おかしいって、こんな電話出ていいよなんていうことで飲み物飲みますか。水がうめえ。電話早く出た方がいいよ。今、じゃ、出るけど。もしもし、大丈夫だよ。落ち着いて。携帯にもう一つ、秘密の機能をつけたの。はあ。ジェットパックに続いて、黄色いボタンがあるよね。行動メニューを開いて押してみて。携帯の行動メニューが開いて、黄色いボタン、本当？まあまあ、押すけど、なんかまんまとはめられてる気がしてさ、嫌なんですけど。携帯がメタトンのボディに共鳴している。おお、なんだその黄色い光は。
逆さになっちゃった。ピーチひっくり返るのやつか。今だよ、 Z を連打して。やめて、その Z を連打とかいう、その俺にしか伝わらないやつ、実況として失格だから。 Z 連打、はいはいはい、そういうやつ。今ものすごい高橋名人張りに連打してます。うおー、そんなバカな、やられた、なんということだ。君は思ったより強いようだ。ほら待って、これ絶対台本です。いやー、そういうこと。まあ確かにさ、天才ハッカーだとはいえ、いろんなちょっとギミック解きすぎだもんな。アルフィー、さよなら。元気な退場の仕方だな。プルルル、やった、倒せたね。すごいすごいよこれ。あ、そういうことか。これ自作自演だわ、アルフィーの。アルフィーがメタトンという架空の敵を作り、それを俺と仲間になることで倒すことによって俺に近づこうとしてる。よって答えは、てんてんてん。なんか言え。あのね、変に思われるかもしれないけど、一つ言ってもいいかな。あなたに会う前はね、私自分のこと好きじゃなかったんだ。ずっとずっと自分なんて出来損ないだって思ってた。何かやろうとすると必ず誰かをがっかりさせちゃうって、そう思ってたの。でもね、あなたのガイドをやってみてから私自信が湧いてきたのよ。あなたが私に協力させてくれたおかげだよ。それはそうと、コアはもうすぐそこだよ。メタホテルのロビーを抜けたらすぐだから、さあ行こう。待って、メタホテルの名前が怪しすぎないかい。メタトンじゃん絶対。あ、ちょ、回復しとこう、回復しとこう。一応アイテム、インスタント麺、 HP 回復ん？インスタント麺食べてみるか。じゃあ、あ、HP19。 じゃあもう一個アイスクリーム食っとくか。オッケー、さあ進んで。ナイスクリーム屋さんがあるじゃないかい、ちょうどこんなところに。今ならナイスクリームを買ってくれる人がいるだろうと思ったんだけど、みんな見向きもしないよ。サンデーサンデーとグラマーバーガーばっかり人気でさ。はあ、いい、買ってやるから。閉店セール、いらっしゃい、ナイスクリームを一ついかが。ちょっと元気ないじゃない。心は誇り、おいしいフローズンスイーツ、今だけたったの12ゴールド。元気出して、買うから。俺がこの店を支える常連になるから。頑張って、俺はナイスクリーム助けられてきたんだ。もういいや、ありがとう、もう用はない。異次元ボックスにまあ2つぐらいはいらないかな、預けといて。さあ行きますか。そしたらとりあえず左右から見ていこうかな。あ、運命の再会を果たしてしまった。前回ダイジェストであった小人図鑑、隠れ桃尻パイセンじゃないですか。俺の名前覚えてる？ちなみにね、名前があったんですけど覚えてないですね覚えてないですね。ただここはちょっと嘘ついて覚えてるにしておこう。本当に覚えてた？そんな驚く？嘘でしょ。ドット絵でそんな驚いてる目と口表現できるんだ、すごいな。まさかこの俺が負けるなんて。何があった、何があった、どうした、何があった。どうした。君が覚えてくれたこと俺覚えとくよ。ごめん、覚えてないけどありがとう。ちょっと嬉しい、ありがとう。全然覚えてないけどね。さあ左行くと何があるんだろうな。ん、これ左から来たんだっけ俺。びっくりした、びっくりした、びっくりした。むちゃくちゃ変な人いたけど。どなたですか。メタトン、あのドレスすごく似合ってたな。僕が着ても似合うんじゃないかって気がしてきたよ。
こういうのはね、ゆっくり立ち去るのが大事。うん、怖い人に対してはね、ゆっくり立ち去るのが大事だよ。覚えとけ。あれ、これでも下から来なかったっけ俺。あ、下から来たよね。そういう感じか。地下に落とされたからそっちから来たってことか。なるほどね。これメタホテル？ちょっと怪しくない？メタホテル。ねえねえ、右上の怪しい路地に入ってみて。お買い得商品が揃ってるよ。怖いねー、行くの。